世の平凡な皆さん、どうも、普通のやすです。今回のテーマは、世にも恐ろしい寄生生物参戦。この世には、生物の体を乗っ取り、自由自在に操る寄生生物が存在します。今回は、世にも恐ろしい寄生生物たちを紹介します。まず紹介するのは、言わずもがな寄生生物の代表的存在で、水に落ちたカマキリのお尻から出てくるハリガネムシ。陸生昆虫に寄生したハリガネムシは、体内で成長します。寄生された昆虫は水面からの反射光に引き寄せられて入水し、腹から脱出するのです。その昆虫は魚たちのご馳走になることから自然の摂理を感じますよね。次に紹介するのは雲に寄生するクモヒメバチ。まずクモヒメバチは寄生する雲に卵を植え付けます。そして孵化した幼虫は雲の体に数週間寄生した後、雲に化学物質を注入します。すると雲の出す糸は今までとは異なる奇妙なものになるのです。そしてこれはクモヒメバチの幼虫がクモを食べた後に繭を支えるものとなるのです。この後食べられるために糸を出すクモの気持ちを考えるといたたまれないですよね。最後に紹介するのは球虫の一種であるユーハプロルキスカルフォルニア。海洋性の巻貝の体内で誕生するこの生物は魚に取り付き、そこから脳に向かいます。しかしこの生物が繁殖できるのは魚の中ではなく水鳥の体内。魚の脳内に化学物質を放出し、奇妙な泳ぎ方や飛び跳ねさせたりするのです。そしてその魚は悲しいことに食べられてしまうのです。巻貝から魚を経由して水鳥への旅、宮中の壮大なロードムービーが作れそうですよね。今回は以上です。皆さんも気になる寄生虫がいればコメント欄にて教えてください。